日本対東ドイツの一戦、つい先ほど試合が始まりました。第1セット立ち上がり、東ドイツのレシーブです。トスを上げ、ちょっとトスが乱れました。センターからの攻撃です。東ドイツ4番のラスパンが決めました。183センチという長身選手のラスパンが決めています。ゼッケン3番をつけました。3番のボイがサーブで下がりました。準決勝リーグ、日本対東ドイツの第1戦です。日本レフトから加藤内が打ちましたが、東ドイツのブロックに合っています。東ドイツポイント、第1セット1点を挙げました。この大会、日本は予選リーグで北朝鮮、イタリア、アメリカと連発、予選 B グループ3戦全勝、1位でこの準決勝リーグに進んでいます。日本のスパイクはアウトになりました。東ドイツポイントです。2点目を挙げました。日本は決勝ラウンドベスト4進出まであと2勝に迫っています。メダル奪回に燃えるヤング全日本です。今日この東ドイツに勝って決勝ラウンド進出に王手をかけることができました。日本にとって大事な一戦になりました。日本対東ドイツの一戦です。東ドイツベストから強烈なスパイクです。高いところからの打点を生かしまして強烈なスパイクを決めました。東ドイツ一気に3対0と得点を伸ばしまして、日本の小島監督作戦タイムです。放送席解説はユニバシアード神戸大会金メダル監督の宗内紀之さんです。宗内さん、日本が予選リーグ3戦全勝、快調に来まして今日準決勝リーグ東ドイツとの一戦なんですが、まず立ち上がり3対0とリードされました。今日の日本チーム立ち上がりどうでしょうか。そうですね、はい、決して悪くはありません、ただ、だいたいやはり 7,8 点までに追いつかないと危ないですね、追いつかないと、はいはい、そうしますとそれ以上差をつけられますと難しくなります。そうですね、はい、それから今佐藤はちょっと薄くなってきてますね。そうですか、はいはい、それから佐藤の前がセッターの低い、キューデマンですから、はい、もうちょっとストレートのやった方がいいですね。ストレートで、はいはい、センターからヒロが決めました。サーブ権を奪い返しました。そしてコートサイドからは今日も荒木田優子さんがリポートを入れてくれますが、荒木田さん、はい、日本選手表情どうですか。今日はそうですね、そんなに出足が硬くなってませんね、はい、今回の世界選手権ですね、公式練習というのがないんですね、はい、それで、合同で練習するんですが、東ドイツのケーラ監督のところに日本チームの大沢コーチが行きまして、5分ずつそのアタック練習をしようって言ったんです、はい、そしたらば東ドイツの監督がですね、我々のプログラムには全然その5分の分かれて練習する気が入っていないのでできないという断ってきたんですね、もう最初から闘志むき出しですね。そうですか、はい、東ドイツスパイクにミスが出ました。サーブ権は日本です。一方東ドイツの方は予選リーグで中国から1セットを奪いました。そしてあの強豪ソビエトを破っています。予選 B グループ2位で準決勝リーグ進出を果たしています。久しぶりに上位進出を狙う今回のダークホースの東ドイツです。ブロックが決まっています。宗内さん、はい、そういった意味では東ドイツもこの大会にして一戦一戦力をつけてきているチームですね。はい、東ドイツはね、はい、もう万全の体制を取ってこの大会に向かっていってますからね、はい、今日は取ってやりますね、はい、さあなかなかトスアップ。センターから9番がトスを上げて東ドイツレフトの日本ブロックです。大谷のブロックが決まりました。東ドイツはまた少ない取れまして力をつけましたね、はい、去年そして今年のスポーツフェアにも来ましたが、あの春日本で見た東ドイツとは随分印象が違うんじゃないでしょうか。もう本当打って変わったような感じですね、はい、特に10日ぐらいはキューバと合同合宿やりましたね、はい、キューバとも五分だというようなことを言ってましたんでね、はい、そうしますと第1セット現在4対0とリードされています。試合前の、まあ、大きさの予想では日本有利という予想だったんですが、しかし日本としても油断はできませんね。そうしますとできませんね、はい、もうとにかくその二次リーグのですね、はい、本命ですね、第1セット立ち上がり東ドイツが4対0とリードしています。9番のスワップ、東ドイツはライトからの攻撃です。9番のイエンセン、こちらもこの選手も184センチの長身選手です。レギュラーの平均身長は東ドイツが180センチ、日本が177センチと3センチほど東ドイツが高くなっています。
高さのある東ドイツに対して日本がどう攻めていきますか。センターから松澤が落ち込みました。その松澤がサーブで下がります。前衛にはヒロが上がってきました。この日本対東ドイツ、宗内さん、こうしますとどの辺が見どころになりますか。やはり7、8点ですよね。はい。東ドイツはですね、もう日本徹底的に研究してますね。はい。で、昨日の練習見てましても、日本の攻撃パターンを全部飲み込んでるという形に来てますんでね、7、8点までは苦しいですよね。そうですか。はい。そうしますと、そういったもう研究十分な東ドイツに対して、日本はどういうふうにこう東ドイツを崩していったらいいんでしょうか。そうですね。やっぱりセンターのヒロがいかに選択するかってことですよ。はい。今そのヒロが前衛にいますね。はい。ヒロの活躍。はい。さあ東ドイツはレフトからクロスパイプです。さあ日本どうか、つないだ、つなぎました。ラストボールを返します。ハンドからも大きな拍手が送られます。そして移動時間差ブロック、ヒロのブロックポイントが出ました。日本ようやく1点を挙げました。第1セット、さあここで日本選手本来のリズムを取り戻してほしいですね。そうですね。で、特に日本が注意しなきゃならないのはライト攻撃ですね。はい。ライトからの攻撃に注意する。これですね、はい、3番のボイ、日本拾っています。レフトから加藤一歩、ブロックはアウトです。東ドイツのブロックはアウト。日本ポイント2対4、差をじりじりと詰めていきます。今度の世界選手権は各国の力が接近し、いわゆる戦国時代と言われておりますが、そういった中で日本が1点差に勝ち抜いてきました。ヒロのブロックポイントが出ました。3対4です。身長が183センチ、日本選手の中で一番大きいヒロが前衛センターで仁王立ち、東ドイツの前に立ちかたかっていますが、今度は東ドイツ、うまいコンビ攻撃を見せました。第1セット得点は4対3と東ドイツが1点リードしています。東ドイツのサーバーはボイ、エンドライン深いところを狙いました。日本のサーブレシーブが乱れています。7番の加藤一歩、ストレートスパイクはエンドラインを割りました。ワンタッチはありましたか。ワンタッチがあったようですね。ワンタッチがありました。サイドアウトです。今日の主審はペルーのサマニエゴさん、主審はカナダのヘンリーさんです。中田のサーブ、東で中和さん、セッターのシューデマンです。セッターはもう昨年くらいまでと非常に上手くなりましたね。はい。そのシューデマンは中国戦でも高速を見せまして、中国から1セットを奪っています。そういった意味では本当に力をつけてきました東ドイツです。7番の佐藤一斗、今度はハーフスピード、東ドイツ速攻、日本ブロック拾っています。東ドイツレフトからストレートスパイク、しかしスパイクはアウトになりました。スパイクアウト、サイドアウトの応酬です。得点の動きが止まりました。ちょっと膠着状態になっています。第1セット序盤です。サーブレシーブが乱れています。センターから日本ブロック、しかしブロックはアウトです。その東ドイツのバレーボールの特徴といいますとどんなところになりますか。昨年まではですね、はい、非常に力で押すチームだったんですけどね、日本に来ましてから非常にうまさのあるチームになりましたよね。そうですか、はい。そうしますと、いわゆるアジアバレーといいますか、はい、その日本のバレーをよく覚えて、はい、やはりそれにこう適応できるようなチームになっているんでしょうか。はい、非常にその日本型のバレーにですね、はい、近くなっていますよね。そうですか。はい。トスを上げます。東ドイツ、レフトからアースピード、日本拾っています。押し込んだ。ブロックに合っています。つないでいます、日本。ラストボールを返しました。東ドイツ、チャンスです。ゴルフマン、バックダス、ライトから、はい、ユエンセン。日本も拾っています。7番の佐藤一歩、ストレートスパイクはギリギリ1回のところに決まりました。喜びます。佐藤一歩です。身長が168センチですが、ジャンプ力があります。対空力のジャンプを生かしまして、ストレートスパイク、足の長いスパイクを決めています佐藤。その佐藤のサーブ、東ドイツのスパイクはアウトです。東ドイツのスパイクはアウト。日本ポイント4対5、再び1点差に迫りました日本です。ヒューデマン、そしてレフトから今度はヘイント、日本拾っています。東ドイツセンターから
なかなか東ドイツも多彩な攻撃を見せますね。そうですね、東ドイツの特にねセンター攻撃とそれからライト攻撃ね、はい、それは日本はマークしなきゃいけないですね。はい、中田のトスはライトへ、ライトから大谷です。この大谷選手も一戦一戦調子を出してきてますね。そうですね、はい、今日はもう初めから積極的に攻めてますね。はい、その大谷のサーブです。前衛には中田が上がってきています。東ドイツレフトからレートスパイクです。強烈なスパイクを見せました。まだ日本のプレーヤーはブロックのタイミングがちょっと合ってませんね。そうですか、はい、これ早く掴んでもらいたいですね。はい、ブロックと言いますとアメリカ戦ではもう互角のブロック力をおっと繋いでいます。さあラストボールを返しました。ヒューズマン、そしてライトから3番のボイです。ボイが決まっています。アメリカ戦ではとにかく日本のブロックがよく出まして、あの強打のアメリカと互角に渡り合いましたからね。そうですね、果たしてこの東ドイツの高さのある攻撃を日本がどうブロックできますか。日本もレフト側も随分慣れてきましたね。いい攻撃を見せます。はい、得点は6対4と東ドイツが2点リードしています。ゼッケン6番の選手がオーストアタッカーのイメージです。サーブは惜しくもエンドラインを割りました。とにかくサーブでまず東ドイツを崩すのがまず突破口でしょうかね。そうですね、はい、中田、そしてレフトから東ドイツ、こちらもレフト、レフトからのオープン攻撃です。さあネットは3度の押し合い、日本どうか、拾った、拾いました。ラストボールを返しました。ヒューズマン、そしてライトから3番のベイ。この3番のね、攻撃でトレミーがやられてるんですね。はい、だから日本もちょっと3番に集中されるんですね。そうですね、はい、得点は7対4と東ドイツが3点リードしています。サービスエースが出ました。東ドイツサービスエース、加藤一子レシーブができませんでした。8対4になったところで日本作戦タイムです。日本対東ドイツの一戦、チェコスロバキアプラハから衛星生中継でお送りしています。世界選手権準決勝リーグ、日本対東ドイツの一戦、第1セット8対4から今9対4と東ドイツが5点のリードを奪いまして、日本が思わぬ苦戦を強いられています。東ドイツの高さのあるコンビ攻撃が面白いように決まっています。日本ちょっと苦しくなってきました。中田がトスアップ、マスコットで佐藤変わりましたけどね。そうですね、おそらく守りを固めようと思ったんでしょうが、はい、攻めに回った方がいいですね。攻めに、はい、はい、その攻め方なんですが、はい、その場合どういうふうに攻めていったらいいでしょうか。やっぱり動かないかって今のようにですね、はい、色がライトを移動していきました、はい、そして東ドイツはレフトから日本ブロック、東ドイツどうか拾いきれません、はい、今のですねセンターはやっぱりもう真ん中なんて動かないからですね、はい、ただライトが出ましてもですね、コンビあるいは移動をかけといて、レフト側で攻めるとか、はい、そういう形にしないとですね今のところ単調になってますね。はい、ネットの幅9メートルを1回に使って幅の広い攻撃を見せたい日本です。東ドイツがレフトから切り返しました。マスコがね使えてませんね。そうですか、はい、はい、だから佐藤の方は良かったんじゃないかと思いますね。はい、得点は10対4、日本が6点リードしています。世界選手権準決勝リーグ、日本対東ドイツの一戦、チェコスロバキアプラハから衛星生中継でお送りしています。東ドイツのスパイクはアウトになりました。サーブ権は日本です。ヒロのサーブ、なかなかいいサーブ、おっとネットに引っかかりました。この辺は慎重に入れてもらいたいですね。はい、まあ、慎重にもむしろね、今はもう攻めていけば早いと思うんですよね。はい、はい、気持ちの上で、はい、さあライトからブロックにやっています。レフトから日本、東ドイツもよく粘っています。ワンタッチを狙ったうまいスパイクを見せました。東ドイツは強いですね、はい、6番のアールトです。東ドイツのエースアタッカーです。もう完全に日本今読んでますね。そうですか、なんとかちょっと変えないと
東ドイツが11対4とリードしています。東ドイツのレシーブが乱れました。サイドアウト、日本サーブ権を取りました。マッコがサーバーで下がります。なかなかこの人もいいサーブを持っています。深いサーブ、レフトから決まりました。東ドイツです。大谷のブロックがちょっと早いんですかね。11対4と日本が7点リードしています。11対4、東ドイツがリード。ベンチで見守る日本の控えの選手たちです。荒木田さん、はい、日本選手どうでしょうか。よく声は出てますか。ちょっと今日は元気がありませんね、はい、小島監督もですね、普段はあの大きな声で指示するんですが、はい、今日はほとんどあの声なしでじーっとあの選手の動きを見つめております。そうですか、はい、第1セット苦しい戦いになっています。日本4番松澤のブロックが決まりました。6対11、ここで東ドイツが作戦タイムです。村内さん、日本としてはそのコートの幅いっぱいを使った攻撃で早くこう東ドイツにこう追いつきたいですね、はい、すごいね、センター線あるいはライトがいる場合にはですね、はい、ライトの動きを生かしながらですね、はい、センターで攻めるとか、あるいはコンビを振ってレフト側からですね、攻めるとか、はい、もうちょっとその工夫が必要ですね、はい、今のところなんかオーソドックスでまともすぎるような感じしますね。そうですか、はい、はい、さあ東ドイツレフトから日本ブロック、4番松澤のブロックが出ました。177cm、 攻撃では国民8攻撃を決めます松澤ですが、その松澤のブロックポイントが出まして7対11、日本がじりじりと差を詰めていきます。東ドイツセンターから日本拾っています。しかしホールディングを取られました。残念そうな松澤です。得点は11対7、東ドイツが4点リード。しかし日本じりじりと追い上げていきます。サーバーは東ドイツイエンセン、中田、そして日本レフトから相手はワンタッチがありました。梅津のスパイクが決まっています。サーブ権を奪い返しました日本です。サーバーは松澤、そしてここでヒロが前衛に上がってきました日本です。ヒロのブロックが出ました。そのブロックをかわすようにして東ドイツセンターからの攻撃です。あの辺はやはり東ドイツも読んでるんですね、はい、読んでますね、はい、そこ今そのポジションの時ですね、3番がライト言いますね、はい、その時やっぱり注意しないからですね。そうですね、はい、3番の5位の攻撃を日本がいかに止めることができました、はい、センターからの攻撃でした。得点は11対7、サイドアウトが続きます。得点の動きが止まりました。ここで日本一気に追いつきたいところです。レシーブする東ドイツ、センターから速攻、はい、タッチングがセンターラインがありました。日本ポイントで8対11です。梅津のサーブが続きます。チャンスですね、はい、ここで一つ日本の前衛にはヒロ、そしてマスコ、中田通ります。トスを上げました。うん、ちょっとここはレシーブが乱れました。そうですね、はい、ちょっとあのトスが合わなかったですね、はい。とにかくここはそのセンターを中心としました幅広い攻撃、はいはい、一貫した攻撃です。マッコが決めました。13番をつけましたマッコです。このポジションの時ですね、はい、思い切って点が取れないかと思うんですよね。今セッターのキセが出てますからね、はい、ヒューデマンが前衛におります。ヒューデマン、そして速攻、日本は、ね、大谷が上手いプレーを見せました、はい。あとはここでもうヒロが思い存分動いてもらうということですね。そうですね、はい、とにかくヒロが動きますとその周りの選手がこう逆に生きてきますからね。そうですね、はい、ヒロの出来次第で日本の攻撃力が2倍にも3倍にもなります、はい、押し込みました。いいプレーです。接戦、はい、8番をつけましたヒロ、筑波大学の3年生、
世界のセンタープレーヤーとしてもトップクラスの選手に成長しています。10対11、日本が1点差に追いついたところで東ドイツヘラー監督作戦タイムです。さあここは日本がもう一気に逆転してもらいたいところですね、はい、しかもね東ドイツもね、はい、セッターという低いあのプレーヤーが前にいますんでね、攻めやすい状態にあるということですね、はい、それから3番6番、これがバック下がってますんでね、ここは一つ勝負だと思いますね、はい、東出さん、はい、荒木田さんどうぞ。今のタイムアウトなんですが、ケーラー監督先ほどまではですね非常に冷静に指示を与えたんですね、はい、ところが今は非常にあの興奮した顔をしながら選手怒ってましたね。そうですか、はい、東ドイツ4番のラトさんです。宮内さん、そうしますとケーラー監督としてもちょっと気持ちの上でこう動揺してきていますかね。そうですね、はい、11対10と東ドイツが1点リード、日本追い上げています。東ドイツサーブミスです。今の東ドイツの作戦タイムは失敗だったようですね。そうですね、はい、効果がありませんでした。10対11、1点差を同点に追いつきたい日本です。4番の松澤です。松澤のブロックポイントが出ました。11対11、ついに日本同点に追いつきました。そしてコートサイドからは日の丸の旗が振られています。さあレシーブが乱れています。大谷、そしてマスコ、9番東ドイツ、レフトからストレートスパイクです。11対11、第1セット同点になっています。サーバーは東ドイツ、オルデンブルク。レシーブする日本、中田、そしてサイドから、はい、川谷がうまく落としました。いいプレーですね、はい、相手の重要ですね、3本抜けしますとね、十分あのプレーすると思いますんでね。そうですね、はい、さあ日本がサーブ権を奪い返しました。東ドイツをここで突き放すことができました。キューデマン、そしてレフトからストレートスパイクです。このポジションが東ドイツは強いんですね。そうですね、はい、だからここで一つ頑張ってもらいたいですね、はい、6番のアールと、そして9番のイエンセンと素晴らしいプレーを見せています。東ドイツ、さあ日本は、はい、6番のウネスです。サイドアウトです。東ドイツに得点を与えません。すぐサーブ権を奪い返しました。サーバーは大谷。この大会サーブの方でも強いサーブが打てるようになりました大谷です。時間差攻撃、コンビ攻撃をいろいろ使いまして多彩に攻めてきます東ドイツです。サーバーはイエンセンです。11対11、第1セット終盤、大谷、中田、そして6番のイネス。東ドイツバックアタック、これはラッキーでした、日本にとってはちょっと不運でしたね、東ドイツポイント12対11です。第1セット終盤、その東ドイツですが今度の世界選手権に備えまして春から徹底的に体力を鍛え、そしてこの大会も松澤よく乗って練習を積んできました。松澤が切り返しました。1点をリードされました日本。ここで早く追い、そして東ドイツを突き放したい日本です。さあこれは日本のチャンス、中田、ロックに合いました。4番のラトさんです。183センチの長身選手ラトさんに捕まりました日本。サイドアウトです。ラッキー、はい、東ドイツがこういうミスをしてくれている間に日本としては追いつき、そして逆転したいところです。サーバーは梅津、東ドイツライトから日本ブロック、今度はレフトから日本つないでいます。さあセンターから押し込んだ4番のラトさんです。ここは一つこの我慢のしどころですね。そうですね、はい、ここで、セッターが出ましたんでね、はい、ここで思い切って勝負に出ないんですね、はい、得点は12対11、東ドイツが1点リード、早く同点に追いつきたい日本です。大谷、
中田、そして広がライトから両攻撃を受けました、はい、今のライト攻撃が今生きてますね、はい、第3戦アメリカ戦ではベストプレーヤーに選ばれました広、その広がセンターからライトに回りまして移動攻撃、それがよく決まっています。東ドイツも押し込みました。長身選手4番のラトさんです。サイドアウトが続きます。得点の動きはありません。両チームここは激しい攻め合いです。第1セット終盤ともに譲りません。中田トスアップ、ヒロフェイント、東ドイツ拾いました。ヒューズマン、そしてレフトから高い打点、角度のあるスパイクです。4番のラトさんです。さあここで日本のベンチには本郷が呼ばれました。13対11、東ドイツ2点リード。ちょっとタイミング合いません。日本、東ドイツ速攻拾っています。センターからヒロ、東ドイツもセンターから、中盤のイエンセンです。この選手も184センチあります。14対11、東ドイツが第1セットセットポイントを迎えました。ここでヒロに変えまして、日本のベンチは本郷をコートに送りました。14対11、東ドイツセットポイント。ちょっとサーブレシーブが乱れました。ラストボールはどうか。ラストボールを返しました日本。さあ東ドイツチャンス速攻、日本拾っています。センターから本郷、大谷がトスを上げて、マスターブロックに合いました。東ドイツブロックポイント。第1セット15対11、第1セット15対11、東ドイツが取りました。この放送はチェコスロバキアプラハから衛星生中継でお送りしています。ここまでは厚生化粧品とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。まあ、japońska raczka ścisłą sterą i silko stator.第1セットは東ドイツが15対11でセットを取りました。試合はこれから第2セットに入ります。日本加藤一子のサーブで第2セットが始まりました。東ドイツレフトから6番のアールトです。宗内さん、第1セット日本惜しくもセットを落としましたが、その第2セットどういうところから突破口を見つけていきたいですか。先ほどの試合展開で、ね、いいと思うんですけどもね、はい、同じところを2回3回続きますとね、はい、読まれちゃいますね、今も増えてくれましたけどもね、はい、ああいうプレーをね、ネットサイドですね、はい、もっとその使って、相手を崩していけないかと思いますね。そうですか、はい、ただ、はい、追い打ってるだけではね、はい、取れませんね、はい、日本のコートには中田、松沢、梅津、そして佐藤一斗、広、うまい、そして大谷とその6人が入っています。日本が1点を挙げました。第2セットです。第1セットは佐藤一斗に変えましてマスコを使いましたが、この第2セットからはまた佐藤一斗をコートに戻してますね。はい、やはり佐藤一斗のようなですね、はい、うまいプレーを、使ってくるだけがあるんですね。はい、さあ日本梅津、東ドイツ拾っています。日本ファインプレー。さあセンターから東ドイツもよく粘っています。8番のオルデンブルグ、日本つないでいます。センターから速攻、東ドイツブロック、8番のオルデンブロック、しかしブロックはアウトになりました。日本ポイント2対0です。第1セット立ち上がり、日本が2点のリードを奪っています。東出さん、はい、荒木田さん、どうぞ。1セットを終わってケーラー監督、やっと笑顔が出てきましたね。普段はあんまり笑わない監督なんですが、はい、興奮ありと見ているんでしょうか。はい、しかし梅津が決めまして3対0と、このセットは日本が3点のリードを奪っています。果たして東ドイツが第1セットを取って余裕を持っているんでしょうか。日本しかしここは攻め込んでいます。サイドアウト、サーブ権は東ドイツに移りました。サーバーは8番のオルデンブルグです。3対0、日本立ち上がり、第2セットはリードしています。
押し込みました。4番の松田はいいですね。はい、今のようにもう後方の方はですね、後ろの方は守られてますんでね、はい、熱気は熱気で少しあの前へ引っ張ることが大事ですよね。はい、さあトスを上げました。6番のアールソン、チャンスですね。はい、さあ日本、はい、いいプレーです。はい、おそらくですね、うまいプレーを見せました。日本のサーブが続きます。4対0、松澤のサーブです。この松澤選手サービスエース、この世界選手権に入って6本と日本選手の中でかなり多くの本数を決めています。東ドイツライトからです。10番セッターのスチュールマンが決めました。日本はどうでしょうか、サーブを打つときに東ドイツの選手にこうかなり的を絞って狙っていってるんでしょうか。まだそこまでいってないようですね。そうですか、はい、やはりそういったプレーができるようになりますと、はい、東ドイツをかなり崩すことができるんですね。そうですね、はい、で特に対角線上をもっと狙うといいんじゃないかと思いますね。対角線上、はい、はい、得点は4対1、日本が3点リードしています。センターでの押し合い、さあヒロ決まりました。ヒロが1戦2戦調子を上げまして、もうアメリカ戦の時には本調子、そして今日の東ドイツ戦に臨んでいます。第3戦アメリカ戦ではベストプレーヤーに選ばれました、センタープレーヤーのヒロ。そのブロックの遥か上、スパイクはエンドラインを割りまして、スパイクアウトになりました。日本ポイント、得点は5対1です。レシーブしています、東ドイツ。東ドイツライトから日本ブロック、今度はバックアタック、もう1回ライトから、日本のブロックはアウトになりました。東ドイツがこれでもか、これでもかと攻めてきます。この試合コートサイドからは荒木田優子さんがリポートをしてくれていますが、荒木田さん、はい、第2セットの滑り出しは日本なかなかいいですね。そうですね、はい、ほとんど1セット目はほとんど自分たちの攻撃が読まれていたと思うんですが、はい、2セット目はその裏を行ってますね。5対2と3点リードしています日本です。レフトから東ドイツも拾っています。6番のアールト、ダイレクト決めました。東ドイツです。3番のボイです。しかし崩れませんね。そうですね、はい、点数は取られてますけども崩れてませんね、はい、そうですか、はい、はい、得点は5対3、日本が2点リードしていますが、東ドイツがじりじりと追い上げてきています。ネットを挟んでの攻め合い、もう1回今度はレフトから4番のラトファンです。東瀬さん、はい、荒木田さん、ここから選手を見てますと日本の選手よりも東ドイツの選手の方が冷静ですね。そうですか、はい、冷静に試合を進めています東ドイツ。サーブレシーブちょっと乱れています。日本しかしヒロが決めました。両チームともサーブで崩したいという話をしていました両監督なんですが、ね、はい、両チームのサーブの強さなどはどうでしょう。あんまり変わらないと思いますね。そうですか、はい、はい、特にチェコの方の崩れやすい選手というのはですね、8番なんですよ、はい、8番の、そうですね、はい、オルデブルグ、はい、彼女はやっぱり元に狙うといいですね。そうですか、はい、はい、それから、大都工業を抑えるということですね。はい、得点は5対4、日本が1点リード。サーブレシーブが乱れています。東ドイツは8番のオルデンブルグ、決まりました。190cm、ドイツ選手のオルデンブルグです。5対5、第2セット東ドイツが同点に追いつきました。日本サーブレシーブをやはりセッターにきちんと返してもらいたいですね。そうですね、もうこれが一番ですね、はい、東ドイツのサーブに日本の守りが崩されています。5対5、東ドイツが同点に追いつきました。中田選手速攻を拾、東ドイツ拾っています。どうか、これはしかし返しきれません。
オルデンブルグは、ワールド先発も出ても出てるんですね。そうですね、さすがやっぱ大気ですね。はい、去年のプレー、中国で行われました世界選抜に東ドイツを代表してただ一人出ております、8番のオルデンブルグです。21歳若い選手ですが、なかなかパワーがあります。さあ、ネットを挟んでの釣り合い、東ドイツが決めています。とにかくはですね、守りもあるよりも徹底しても攻めに入った方がいいですね。はい、さあ東ドイツオルデンブルグ、4番の松川ですが、これはアウトになりました。アウトになりましたね。東ドイツダトファンのサーブです。これはセッターに入りました。レフトからわずかにアウトです。7番の佐藤一子、得点は6対5、東ドイツが1点リードしています。しかし東ドイツもやはり中国から1セット、そしてソビエト、あの強豪ソビエトを破りました。その力を今日は十分に見せてますね。そうですね、それとやっぱり相当自信持ってるって感じしますね。はい、それは何としてでもちょっと踏ん張ってもらいたいですね。そうですね、はい、東ドイツオルデンブルグ、日本つないでいます。なかなか返しました。ネットを挟んでの押し合い、どうか、上がった、ラストボールを返します。シュートマン、そしてオルデンブルグ、決まりました。レフトからのスパイクです。やっぱ高いからね、どうしてもブロックね、起こされちゃうんですね。でももうこれはもう諦めましょう。はい、とにかくもう攻めることにね、専念してもらわないと、はい、点数を取られちゃいますね。そうですね、反対に、はいはい、6対5と東ドイツが1点のリードを奪っています。日本のコートには早くも汗が飛び散ります。6対5、1点差をなんとか返したい日本です。ライトに回り込みました松川、ライトからの攻撃です。移動攻撃が効いてますね。早いことから後ろに来ても松川に来てますね。そうですね、はい、サーブのいい松川です。今年から新しくナショナルチームのレギュラーになっています。フェイントを見せました東ドイツ。何か反対に、日本的なバレーを東ドイツが乗っ取ったというような感じでね。本当ですね、はい、もう一つ日本頑張ってもらいましょう、はい。まあ、ヨーロッパのバレーといいますとそのパワーを元にしたバレーをするんですが、それにその東ドイツの場合にはうまさが加わってますね、はい、あ、うまいプレーですね。フーアタックを見せました、はい、日本です。これは昨日相当東ドイツも練習やってましたけども効いてますね、はい。日本の前衛にはヒローが上がってきています。そのここはヒローのブロックを見たいところですが、どうでしょうか。センターからこのヒローのブロックの上、9番のイエンセンです。184cm あります、9番のイエンセン。東江さん、はい、荒木田さんどうぞ。この9番のイエンセン選手なんですが、この選手は昨年のヨーロッパ選手権でも大活躍した選手なんですね、はい、でもその時よりも2回りぐらい上手くなりましたね。そうですか、はい、各選手もこの1戦で大きく成長している東ドイツです。日本のベンチ、小島監督、そして大沢コーチ、ちょっと表情が厳しくなってきました。5対7、2点差を追う日本です。東ドイツサーバーはイエンセン、サーブはアウトになりました。サイドアウトです。日本のサーバーは中田、得点は7対5、速攻を見せます東ドイツです。
手を叩いて喜びます。一番右側が東ドイツのケラー監督です。サーバーはアルト、決まりました。レフトからの攻撃、佐藤一子です。得点は7対5、東ドイツが2点リードしています。ヒロ、センター攻撃、ライト攻撃にやられてますね。はい、センターはもうちょっと相手のセンターをマークしましょう。はい、荒木田さん、コートサイドの荒木田さん、日本選手、はい、この競り合いのところなんとかこう頑張ってもらいたいですね。そうですね、はい、あの選手たちもおそらくね、こんなはずじゃない、こんなはずじゃないと思ってやってるんじゃないかと思うんです。ここでなんかあの糸口が欲しいですね。そうですね、東ドイツポイント8対5になりました。ちょっと冷静さを取り戻してほしいですね、日本選手。はい、はい、向きになってますね。そうですか、はい、はい、さあ中田、そしてリーキー、4番の松澤です。東出さん、はい、荒木田さん、小島監督ですね、今あの本郷選手を言いまして、おそらくピンチサーバーで本郷選手が出てきますね。そうですか、はい、はい、サーバーは佐藤一子、東ドイツレフトから、さあ日本もレフトから上です。ハーフスピード、東ドイツ拾っています。8番のオルデンブルク、ラリーが続いています。もう1回今度はフェイントを落としました。8番のオルデンブルクです。日本レシーブしきれません。本郷選手が控えています。次にサーブ権が回ってきたときにおそらく出るんでしょうか、日本の本郷です。8対5と3点リードしている東ドイツ、センターから押し込みました。もう少しレッドアタッカーが動いてもいいですね。そうですか、中へ切り込んだですね、はい、固定したポジションに居すぎるという感じしますね。はい、荒木ですね、はい、押し込みました。ウネスです。日本が1戦を返して6対8です。これまで予選リーグでは1戦1戦それぞれの選手が自分たちの力を十分に出して北朝鮮、イタリア、アメリカと破ってきましたが、今日の東ドイツとの一戦にはかなり苦しい試合になっています。6対8、得点は変わりません。センターから10番のイエンセンです。東ドイツブロックポイント、ちょっとあれですね、9対6になりました、ね、はい、だからここで冷静さを、はい、この放送はプラハから衛星生中継でお送りしています。第2セット、東ドイツが10対6と得点を伸ばしています。東ドイツの4点リード、今ポイントが入りまして11対6になりました。日本なんとか頑張ってもらいたい今日の東ドイツとの一戦です。メンバーを変えます。本郷がコートに入りました。黄色に代わって本郷が入りました。守りを固めます日本です。11対6、東ドイツが5点リードしています。中田、そして速攻、本郷が速攻を見せました。サーブ権を奪い返しました日本です。ネジさん、本当にフォア日本早く追いついてもらいたいですね。そうですね、はい、さあダイレクト、東ドイツ拾っています。レフトからの攻撃、さあ本郷の速攻、東ドイツライトから日本拾っています。大谷押し込んだ、ブロックに合いました。東ドイツ6番のアウトです。もうセンターからのですね、相手側 の, そのライト側にひねるボールはね、全部読まれてますからね、はい、だからここはもうコーナーを突くとか、あるいはそれを引っ掛けてレフト側ですね、ストレートで出せるとか、はい、もうちょっと戦法を変えないとですね、はい、もう全部読まれてます、はい、あとは時間差攻撃、さあ今度はフェイント、
粘っています。レフトです、ね、はい、はい、レフトへ持ってきました。ブロックに入りました。2枚のブロックです。東ドイツ4番のラトさん、一度に冷静になってほしいということです。はい、衛星生中継でお送りしています。この放送12対6、6点差になったところで日本の小島監督作戦タイムです。なんか裏目に出てるという感じですね。そうですね、はい、だからそのセンターのーライト側に入るボールは全部読まれてると。はい、したがってむしろレフト側のネット際だとか、あるいは完全にセンターを引っ掛けて、ストレート、あるいは真ん中一番と打ったですね、はい、東出さん、はい、荒木田さんどうぞ。ここから見てましても本当に完全に日本の攻撃は読まれてますね。そうですか。で、東ドイツの選手のいるところに日本の選手がフェイントしたり打ったりしているような気がします。はい、この辺を何とか崩してもらいたい日本です。加藤一歩のスパイクはアウトになりました。東ドイツポイントで13対6です。13対6。今佐藤もどうしようか分からなくなりましたね。そうですね、はい、ここで日本またメンバーを変えます。佐藤一歩に変えまして、マスコがコートに入りました。東ドイツサーバーは9番のイエンセンです。中田、そしてレフトから、これは決まりました。マスコです。もうセットを捨ててもどう攻めるかを早く見つけてもらわないですね。そして次のセットに生かしてもらいたいですね、はいはい、サーバーは中田。東ドイツトップ、チェコ、スロバキアのプラハから生中継でお送りしていますが、こちらの時間は現在夕方5時23分を回ったところです。日本初戦第2セット、13番のマスコです。伊藤洋華堂の新人戦、日本リーグでは新人賞を取りましたマスコです。サーブ、そしてレシーブ、そしてなかなか打つ方でもいいプレーを見せていますマスコです。得点は13対6。東ドイツマークスピードですが、これはサイドラインもありました。日本ポイント7対13です。本郷のサーブが続きます。8番のオルデンブルク、レフトからマスコ、これは決まりました。いいですね、盛り上がってきました。得点は8対13。日本がじっじっと追い上げようとしています。チェコ、スロバキアのプラハから衛星生中継でお送りしています。世界選手権準決勝リーグ、日本対東ドイツの一戦。しかし放送時間の方が残り少なくなってきました。最後まではお伝えすることができません。現在第2セット13対8、東ドイツが5点リードしています。押し込みました日本。サーブ権を奪い返しました日本です。なんとかここは突破口を切り開いてもらいたい日本です。ストレートですな、ストレート。第1セットは15対11、東ドイツが取りました。そして第2セット13対8と、このセットも東ドイツがリードを奪っています、はい。上内さん、はい、2セット日本大変苦しい戦いなんですが、はい、この後の、日本東ドイツですね、はい、この後どういうふうにご覧になりますか。放送時間残り少なくなってきましたが、はい、サーブのコースがですね、はい、ちょっと決まりすぎてますんでね、はい、やはりストレートとか、あるいは対戦中に打つということと、それから今マスコは非常にいいプレーやってますけども、はい、やっぱり打ちこなして、しかもブロックアウト、あるいはセンターのですね、ゲント、しかもレストガートいう形を一つやってもらったいと思います。そうですか、はい、第2セット日本が苦しい戦いをしています。この結果は明日朝のニュース7でご覧いただきたいと思います。チェコスロバキアのプラハから解説宗内紀之さん、リポーター荒木田裕子さん、実況東出はじめでお送りしました。現在第2セット13対10、東ドイツがリードしています。それではチェコスロバキアのプラハからこの辺でお別れします。さようなら。
さて三大大会5連覇を狙う中国の強さはどんなものかと皆さんにご覧いただこうと思いまして、昨日のアメリカとの試合をチェコスロバキアからちょっと送ってもらっていたんですが、どうもですね、回線の方が調子悪くて、これまでどっちか起こっちゃいましたけど、ちょっと映像が乱れておりますので、ここでですね、今日の試合をもう一度皆さんにご覧いただきたいと思います。申し訳ありません、いろいろと変わりましてすいません。ヒューズマン、そして東ドイツレフトからフェイントを渡しました。センターちょっとですね、攻撃に悩んでますね。そうでした。ライトで回りながらですね、はい、レフト側を使っていくとか、いうこと考えませんと、これ潰れますね。そうですね、はい、幅のある変化のある攻撃を見せたい日本です。東ドイツセンターから中田のトスはもう一回一人に感謝本郷、チームが帰ってきました。レフトから押し込んだ梅津、東ドイツも粘っています。センターからスパイク拾った日本、ストレートですね。もう一回梅津、2枚のブロックに合っています。ヒューズマンはレフトへと、レフトからストレートスパイク、ワンタッチありました。東ドイツのスパイクが決まりました。東ドイツ7対3と得点を伸ばします。4点差になったところで日本の小島監督作戦タイムです。現在ご覧いただいています試合は、昨日行われました日本と東ドイツの試合です。一時は3対2あるいは3対1とリードしていた日本なんですが、ここで一気に東ドイツに捕まってしました。この辺はどうやってこれからこう切り開いていけばいいでしょうか。やっぱりセンターね、本郷の攻撃では弱いですね、はい、だから疲労を早く返さないとですね、どうしようかなるという感じなんですね。そうですか、はい、東出さん、はい、荒木田さんどうぞ。小島監督に今セッターの男澤選手が呼ばれまして、おそらく中田選手と代わって出てチームの流れを変えようという作戦に変わるんじゃないかと思います。あ、そうですか、はい、はい、果たしてセッターが中田から男澤に変わりますか。男澤選手が今荒木田さんのリポートにもありましたがベンチに呼ばれています。東出に粘っています。中田トスアップ、そしてマスト、レフトからマストのスパイクが決まりました。中田の使い方としてはいいんですね、はい、センター突っ込んできてですね、レフトは使うとね、はい、だからそこにヒロという存在があるとですね、一段と大きいと思うんですよね、はい、ヒロはコートサイド左後方の方で現在アップを行っています。センターから押し込みました本郷です。日本ポイント5対7差を詰めます日本です。第3セット3対7から5対7と差を詰めて追い上げています日本です。得点は7対5、東ドイツが2点リードしています。ヒューズマンのサーブ、中田そしてレフトからマスト、今にそのレストアタックがさっきも言いましたけどね、はい、今までそのレストのオープンの位置固定してましたけどもね、あれやっぱり移動して今なんか突っ込んできましたね、はい、ああいうプレーが出てくるといいですね、はい、そしてここで日本メンバーチェンジです。中田に変えまして2番の男澤をピンチサーバーで起用しました。中田が、男澤がピンチサーバー、そしてセッターが従いまして中田から男澤に変わりました。セッターを変えて流れを変えようという日本の小島監督です。ヒューズマンがトスを上げました。センターから時間差攻撃、東ドイツです。やはり同じようにレフトがですね、中に突っ込んでね、むしろ反対に中に突っ込みながら外側にですね、タッチあるいはフレンドをかける方が必要ですね、はい、センターからのフレンドタッチは効かないようですね、もう、はい、東ドイツフェイント、日本拾っています。レフトから13番のマストです。さあ宗内さん、日本のセッターは中田から男様に変わりましたが、はい、ここはどうでしょうか。そうですね、はい、まあ中田の一つのリズムからですね、はい、男様のリズムに変わって、ある意味でまたいい面も出るかもわかりませんね、はい、そのいい面を期待したいと思います。得点は7対5、サイドアウトの大石優です。ただセンターからの攻撃は相当レシーブで拾われるということを、ええ、しっ
捨てたかどうかということですね。あ、なるほどね。はい、はい、5対7、2点差を追います日本です。ハーズミスがありました。2番をつけましたセッターの男澤です。大英の選手です。私からナショナルチームに入りました。左足首の靭帯を痛めまして、ナショナルチームからはちょっと離れていましたが、7月の後半から合流しています。思うように攻められません日本です、ちょっと、ね、はい、もうちょっと冷静にやりましょう。そうですね、はい、得点は7対5、得点が動きません。男澤、そしてライトから大谷、決まりました、はい、さっきからライト攻撃してもらったですからね。そうですね、はい、やっぱり3人いたらやっぱり、相手が3人マークしなきゃいかんという雰囲気を作っていかないといけないんですね。はい、とにかく各選手の持ち味をセッターがこう引き出してほしいですよね。はい、レフトからのクロスパイクはアウトになりました、はい、日本ポイント6対7です。ここで並んで一歩ね、飛び出してもらいたいですね。はい、サーバーは大谷、キューデマン、そしてイエンソンなりました。いや、高いですね。そうですね、東出さん、はい、このオルゼンブルグ選手の今のスパイク、本当に高いですね、はい、いや今まで見てどんなに高いと思いませんでしたよ ね、 ね、はい、身長が190センチあります。サーバーは大谷、得点は7対7、日本が同点に追いついています。サイドから盛んに声援が飛び交います。7対7、さあ日本一気に突き放したいところ、押し込みました、6番の梅津です。ワンタッチを狙いました、スパイクでしたが、しかしアウトになりました。ワンタッチありませんでしたか、はい、はい、もうちょっと突っ込んでやればよかったですね。そうですね、はい、東の1ポイントで8対7、喜びます日本選手。右が佐藤一人、そして左が小野、サーバーは松沢、サービスエースが出ました。サービスエース、松沢のサービスエースが出て日本再び同点に追いつきました。8対8、狙いを定めて打ちます松沢、しかしネットに引っ掛けました、はい、さあ、日本は8対8同点に追いついています。ここ、ワンタッチを狙いましたが、ワンタッチはありませんでした。東の1ポイント9対8、ここで1セットでも日本が取りますとまた流れはガラッとこう変わりますからね、はい、何としても頑張ってもらえないからですね、はい、セットカウント2対0、東ドイツがリード、第3セット9対8、東ドイツが1点リードしています。サービス切ってサーブ権は日本に移りました。日本のサーバーは梅津、前衛にはマスコが上がってきています。マスコ、本郷、そして男のが通ります。レンドからです。東ドイツラトファン、9対8、東ドイツがリード、サーブレシーブが乱れました。2段トスになりました。マスクが行きます。東ドイツ拾いました。さあ、ライトからボイスになりました。このライト攻撃が今日は第1セットから面白いように決まっています。やっぱりもうセンターライトっていうのは今日は非常にいいですね、東ドイツはね、はい、そうですね、10対8、東ドイツが差をギリギリと広げます。ダンピング、ダンプ、ライトから押し込んだ、東ドイツレフトから日本拾っています。13番のマッソ、はい、ね、マッソのスパイクが決まりました。なかなか初ロスケしたプレーを見せますマッソ、
3番のねライブルームのね、はい、インナーだけですからね、ブロックを思い切って内側寄ってですね、はい、止めればそれでも止まりますね。そうですね、はい、バットの高い打点からのスパイクです。東ドイツ、さあここで大谷がですね、まだあんまり使われてませんのでね、はい、大谷がなんか動くといいですね。そうですね、はい、ライトあるいはセンターからの攻撃を見たいところですが、こちらレフトへマット、東ドイツドリブルがありました。マットのスパイクの方が勝りました。サイドアウトです。8対10と2点差を追います日本。サーバーは本郷、ラッキーですね、はい、はい、さあ大谷です、決まりました、はい、こういったプレーが出るというわけですよね、はい、大谷がここでやっぱりね、はい、動いてもらえますとね、ベストも空きますしね、はい、アメリカ戦でも大いに活躍しました大谷。さあもう1点ですね、はい、9対10日本が1点差に追い上げています。ラッキーですね、はい、松尾のブロックが出ました、はい、日本ブロックポイント10対10同点に追いつきました。ここで東ドイツのテラー監督作戦タイムです。今大谷の攻撃が生きてますからね、はい、現在ご覧いただいております試合は昨日の後半ご覧いただけませんでした日本東ドイツ戦の第3セットです。落ちるサーブ、そして東ドイツレフトから拾っています。もう一回レフトから頭拾ったファインプレー、はい、ドリブルを取られましたか、はい、サイドアウトです。サーブ権は東ドイツに変わりました。10対10第3セット終盤の競り合いです。男沢、そして時間差攻撃日本、東ドイツはレフトからオルデンベルグ、サイクはアウトです。サイクアウト。サイドアウト。アウト戦は再び日本です。サーバーは松沢。そして前衛には本郷が上がってきました。さあ、ここは勝負どころですね。はい。10対10。第3セット勝負どころに入っています。ヒューズマン。そしてオルデンブルグ。拾った日本。ダイソー。よく上げたんですよね。はい。東ドイツ、ダイレクトで打ち込んできました。両チーム一歩も譲りません。10対10サイドアウトの応酬、得点が動かなくなりました。男沢、そしてユメス、ヒューズマン、レフトから東ドイツ、レフトからのパワーのあるスパイクです。はい、東ドイツポイント11対10。日本もなんとか追いつくんですが、どうしてもこう東ドイツを突き放すことができませんね。そうですね、同時にもう一つ攻撃にはですね、変化をもたらしてるといいですね。はい、はい、いいですね、今のサーからのスパイクのプレーです。はい、ここでチャンスを取って、はい、はい、男側、そして速攻、東ドイツも粘ります。おっと、繋がっています。さあ、押し込んだ、よかったですね、アウトの中ですね、はい、サーブ権を奪い返しました日本です。コートサイドから応援します。中田、そしてヒロ、ユネスのサーブ深いところ、はい、ちょっとサーブでシーズが乱れました、はい、あ、入ることができません。サーブで崩しました日本、11対11。大変強いですね、はい、ユネスのサーブが崩します、落ちるサーブ、はい、東田に切り返します。9番のイエンセンです。東出さん、はい、荒木田さん、どうぞ。これまでケーラー監督一度もですね、ベンチの選手にピンチサーバー出るとかそういう日々が全然なかったんですね、やっと6人の選手を人たちが見るようになりました。そうですか。コートサイド後方の東ドイツの1階の選手たちです。ここはそうしますと東ドイツとしても一気にこのセットで決めたいというケーラー監督なんでしょうね、しかし、ここは日本、このセットを奪い返して流れを変え、フルセットまで持ち込みたい日本です。やっぱセッターをマークしなきゃいけないんですね。さっきはセンターセンターやられてるんですから。
13対11、東ドイツ2点のリード。これ日本の小島監督作戦タイムです。第3セット終盤の競り合い、もう手に汗握るような接戦なんですが、日本どうしてもリードを奪うことができません。追いつくんですが、その後がもう一歩という感じですね。そうですね、まだしかしチャンスありますからね、はい、ここで一つ頑張ってもらいましょう。はい、レシーブしました。さあ13番のマスコ、ヒューズマン、東ドイツベストから。さあ日本チャンスです。男澤速攻フェイントを決めました、はい、本郷がフェイントを見せました。今のレフト側、レフト側にですね、セーブしてます。はい、さあサーブ権を奪い返しました日本。サーバーは男澤です。レシーブする東ドイツ、日本の勝負、センターからです。本当にいろいろなコンビバレーを見せますね、東ドイツは、はい、いやそれにしてもね、センター、それからライトの組み合わせの中でですね、はい、誰がその仙台とき誰が移動攻撃を取るかというのはね、なんか聞かせないような感じするんですね。そうですか、はい、日本はマストが押し込みました。なかなか生き生きとしたプレーを見せますマストです。本郷がサーバーで下がりました。11対13、マストは今非常に来てますからね。そうですね、はい、はい、そして日本の前衛には松澤が上がってきました。松澤、大谷、松子と通ります、はい、日本の前衛です。見守るベンチの小島監督、そしてコートサイド後方応援する東ドイツの控えの選手たち。11対13、日本2点差を跳ね返したいところ。東ドイツ、日本のブロックに合っています。今度はライトからボイス、日本ブロックはアウトです。台のライトからのスパイクが勝りました。サイドアウト、サーブ権を取りました東ドイツです。サーバーはアールと。11対13、2点差を跳ね返したい日本です。男側速攻、4番の松澤、スイッチ攻撃が決まりました。やっぱりあの大谷が動くといいですね、はい、はい、今もセンター線からライトでね走りました、はい、この大谷もどんどん動いてもらいたいですね、はい、そしてサーブのいいマスコ、ここは東ドイツを崩して日本のポイントに結びつけたいところです。レフトから日本ブロックは惜しいですね、アウトです。日本のブロックは惜しくもアウトになりました。東ドイツ9番のイエンセン、そしてサーブで下がるのが3番のボイです。ソーレという日本の大脇からソーレというあのサーブの掛け声がかかりましたが、サーブはエンドラインを割りました。ここは日本ラッキーです。11対13、2点差を跳ね返したい日本。サーバーは大谷。東ドイツレフトからです。11対13、サイドアウトが続きます。サーバーはラトファン。前衛には長身選手のイエンセンが上がっています。日本ブロック、東ドイツブロックはどうでしょうか、はい、ブロックはアウトです、はい、もう今フォアで出ました10番のシューズマン、はい、これをもう突いて狙うことは大事ですね。そうですね、はい、170センチと下の低いセッターのシューズマン、東ドイツレフトからです。サイドアウトが続きます。11対13。それにしてもイエンセンは良くなりましたね。本当ですね、はい、とにかく東ドイツの場合には190センチ近い大型選手の動きが本当にこう見つかるように変わりましたね、はい、もう昨年の9番のイエンセンに比べますと、もう本当に素晴らしい成長ですね。そうですね、はい、14対11、ついに東ドイツがマッチポイントを迎えました。6番のイメス、東ドイツ最後センターからのスイッチ攻撃が決まりました。セットカウント3対0、
東ドイツが日本を破りました。日本敗れました。コートサイド後方から昨日ご覧いただけました点でした。日本と東ドイツの第3セットを今ご覧いただきました。本当にでも東ドイツいつの間にこんなに強くなっちゃったんですよね。まあ、今まで水泳や陸上といえば東ドイツという感じだったんですけれども、とうとう女子バレーにまで本格的に進出して、これから東ドイツの時代が、ちょっとやってきそうだな、そんな気配を感じさせる試合です。